だから名前で呼ぶなど。ああ、新人2号もいるのか。改めて CID の緊急度分析官だ。バンの下で働くつもりなら今後も付き合いがあるだろう。あれは？アルベール、どうしたの？あ、アニエスじゃん。確か今日は、わあ、あれがバイト先の人かな。結構イケメンじゃない。前に話してた女の子もいるし。へえ、なんか楽しそうだね。バイトって、オーデット知っていたのか？そりゃまあ親友だし。何何、気になるのかにゃ。友人として当然だ。それより、どういったバイトなんだ？調査系とか言ってたな。アニエス自身も大切な品物の捜索を頼んでるらしくて、それ以上は知らない。それって大丈夫なのか？聞くからにうさんくさいんだが。ま、あの子のことはそう心配しなくてもいいわ。先輩！なんでそう言い切れるんですか？バイト先のことを知っているとか。ええ、一応ね。日頃率先して手伝ってもらっているから、休日くらいは好きになさいって言ったの。さ、時間もないことだし、残りの資料も揃えて学校に戻るわよ。今日はいい茶葉が入ったし、作業前にお茶会も開きましょう。はーい、少
コーンも買わなきゃですね。ちょっとバイトについてもう少し。駅前通りでしたか。ここの人の多さはまだ慣れません。動力製品やファッションのトレンドを抑えるならここですね。ちなみにそこのギルド支部に野暮用があってな、一回りしたら寄っていくぞ。バン、どうしてあなたがここへ。おお、よく来たな、アークライド。実は俺が呼んでおいたんだ。少し話を聞きたくてな。
よし、業務開始だ。ちょっといいか。聞かせてもらうぜ。聞かせてもらうぜ。